1ヶ月ぐらい YouTube を何も言わずお休みしてしまって本当に申し訳ありませんでした。言い訳させてほしいんだけど、とにかく家にいなくて、1、2ヶ月ぐらい。もうとにかく家にいれなかったの。だから、あのめっちゃ忙しくて、YouTube 撮る暇なくてとか言うよりかはっていうか、家にいなかったのね。カメラとかもそうだしさ、撮る内容もないしさ、で、そのお休みしますみたいなのも計画してたから、自分の中でお休みする未来なかったから、普通にあげようとしてたんだけど、あれみたいな、家いなくねみたいになって、撮れないじゃんって思って今になっちゃいました。本当にごめんなさい。うん、何も言わずにお休みしちゃったからさ、急に。でもその間も何が嬉しかったって、 DM とか SNS 通じて皆さんが YouTube 待ってますっていう言葉をね、本当にたくさんいただいて、あ、なんか改めていつもコメントとか高評価とか、それこそ再生数とかでたくさんの方に見ていただけてるんだなっていうのはすごい重々伝わってはいるんですけど、私に何もアップしてないのにそうやってわざわざ見てくださって、あ、上がってないなって思ってくれるっていうのは嬉しいなって、はい、思ってました。久々だからちょっと語彙力が結構ね皆無なんですけども、まあだから今日はその動画です。本当にごめんね、申し訳ないです。本当にちょっとバタバタはまだちょっとしてるんですけども、これがいつアップされるんだろう。今さ、とりあえず私これだけ撮っててさ、他の動画一切撮ってないの。いわゆるストックがない状態なのね今。でも YouTube って当たり前なんだけど、ストックがある状態で多分さ始めないとさ、またさ何も言わずにさ、あれリコちゃんのチャンネルまた動いてねえなみたいになっちゃうじゃん。いや、そうなんだよ。まあそういう時もあるよねっていう話なんですよ。これもお知らせしたかったんだけど、皆さん私の SNS 見てくださってる方分かると思うんですけど、あやたかカフェの新 CM に出演させていただいております。こういうのとか、なんか最初これやりますってなった時に、あ、すごい面白そうだなと思って、今時っぽいし、なんかリズミカルで、この音楽、ありゃりゃ困った終わったが本当に頭から離れなくなって、撮影終わってからも1週間ぐらい余裕で引きずってたんですけど、なんか癖になる感じが結構皆さんもコメントとか私すごい見させていただいてるんですけど、なんかすごいいいみたいな感じで言ってくださってたので、あ、嬉しいなと思って、はい、ありがとうございます。で、ごめんなさい、今更なんですけど、めっちゃ声ガラガラで寒暖差みたいなのやられちゃったっぽくて、声ガッサガサなんですけどすいません、治んなくてマジで。はい、ということで、ぜひ出させていただいてるので、でもみんなもさ、ストーリーとかでさ、それこそ飲んだよみたいな感じでさ、くれるの、報告を。それがすごい嬉しくて、私も今日みんなと飲みたいなと思ってさっき買ってきた。乾杯。うん、まっ、ほんと美味しいのこれ。なんか甘さほんとにちょうどいいし、それこそさ、仕事の時とかってさ、そのめっちゃ頭使うから、私芝居でもう普段さ、その使わない頭さ急に使ってるからさ、糖分欲しい糖分欲しいってなるんだけど、そういう時とかってまあさ、甘いものでどうにか補おうとするじゃん。で、その時にまあお菓子とかね、なんかデザートとかもいいんだけど、結構私飲み物で一旦甘いものを得ようっていうか、一旦飲み物でどうにかしようって思うことが多くて、その時にこれめっちゃちょうどいい甘さなんですよ。ほんとにすっきりしてんだよね、なんか甘いんだけどめちゃめちゃすっきりしてるだけ、おいしいっていう話なんですねでもまあとにかく私はこのお休みしてた期間何をしてたのかって聞かれると、そのお仕事をしましたはい、それだけはちゃんとね、シャドウのやらせていただいてますので。ただちょっとね、話せないんだよね、そのなんかその何撮ろっかな企画、ちょっと落ち着いたのでもう YouTube 再開しますって大声で言えるぐらいの感じの人段落ではないの今って。正直段落はしてなくて、今のこの1ヶ月半に比べたら撮れる時間があるかもなっていうタイミングで今ちょっとこの1本目撮ってみたので、頑張ります私
私頑張るから、皆さんぜひまた、また今日からとか言っちゃって大丈夫かな、まあ、一回行ってみよう。また今日から YouTube 頑張りたいと思いますので、ぜひ見てください。何が言いたかったって、本当に勝手に無言で YouTube お休みしてしまってすいませんでしたっていうのと、皆さんからそのひこちゃん YouTube 待ってますっていう声が多くて、それがすっごい嬉しかったですっていうお話をしたかったです。みんなも飲んでね。それではバイバイだよ。